キャンバでスマホ対応のラジオ体操予定表を作ります。デザインを作成をクリック、A4 文章をクリック、テンプレートでカレンダーを検索、使いやすそうなカレンダーを探してクリック。7月と8月だけを選択して、右クリックまたはダブルタップをしてメニューを表示、グループ化をクリック。他の要素はすべて削除します。7月と8月のカレンダーをちょうどいい大きさに拡大、子どもたちが分かりやすいように7月と8月を日本語にします。キーボードの T を押してタイトルを入力しましょう。大きくして配置。グループ化したカレンダーをクリックして3点リーダーをクリック、ロックをクリックして動かないようにしましょう。キーボードの C をクリックして円を挿入。カラーを透明、線の太さを2にします。大きさを変えてラジオ体操がある日の上に配置していきます。必要な説明を入力します。ページを追加して新しいページを上に移動、ラジオ体操があるかどうか確認できるページを作成します。C をクリック、円を挿入したらカラーを透明に変更、罫線のスタイルを15ぐらいに変更して枠線の色を明るい赤に変更、形を調整します。共有をクリックして閲覧専用リンクをクリック、コピーをクリック、2ページ目に移動して左のアイコンバーで QR コードをクリック、コピーした URL を貼り付け、 QR コードを生成をクリック、 QR コードを配置します。これで完成です。共有をクリックしてダウンロードをクリック、 PDF にして2枚目だけダウンロードしましょう。あとはこの PDF を印刷して配布しましょう。QR コードをスキャンするとスマホでブラウザが立ち上がり、1枚目のラジオ体操をやるかどうかのページが表示されます。必要に応じて2ページ目も確認できます。朝の天気を確認してラジオ体操ができないときはスマホのキャンバーアプリを開き、楕円を移動するだけで更新完了です。超絶簡単なのでラジオ体操の連絡で困っている方はぜひお試しください。